官あたりとは、律令制における官人に対する関係制度の一つ。と、流に相当する者が、官位非異、訓位を返上して実刑に変える措置。現在の意気、訓を破棄して、現在の官職快感触を改換されることになる。元は儒教にある、刑は大部に上さずなど、大部に刑罰を科すことに反対して、 支配階層内の秩序の中で処分を下すという理念に基づいたもので中国の律療法に由来している。公務に関係する犯罪である、公罪とそれ以外の指示に関係する犯罪である、私罪では規定が異なっている。私罪を犯した場合、4品以上、3以上、君2等以上の場合には1漢文を持って、と3年分、5以上、君6等以上は同じくと2年分。 八位以上、君十二等以上の場合には、と一年分に換算され、公罪であれば、資罪の規定に、と一年分が加算され、流の場合にはすべてと四年分と換算された上で官あたりの規定に当てはめていった。親王のみが有する品位は別として、一般の官人の中には、下の位階からの昇進を経験したものや位階と、国を同時に持つ者などがいたが、その場合には、 簡易のうち最も高い地位のものから当てはめ、次に、組のうち最も高い地位のもの、さらに、それでも、不足の場合には、異界のうち次に高いもの、という具合に、破棄されていく。すなわち、かつて十六以上から十五位下に昇進した者が罪を犯した場合には、まず十五位下の域が破棄され、それでも余罪が残りかつ破棄すべき訓器を持たない、場合には次に、 16位下の息が破棄されることになっていた。もし、罪が軽すぎて、肝あたりでは、不当に重い処分になってしまう場合や、歴任した異界、以外、訓意があまりにも少なくて必要な肝まさに満たない場合には、食堂で補うことも認められていた。もっとも、すべてのケースで、肝あたり、食堂が認められたわけではなく、火薬流などの重い刑を受けた者には、適用されなかった。 なお、官当たりを受けた者は次の年の正月以降の、上位において破棄された官位の一等下の遺棄を再延ぶされることとなっていた。さらに官人が犯罪を犯した場合、八逆などの滞在でない限り、官当たりや食堂以前の段階において、すでに礼儀によって刑が一等厳じられているのが、普通であり、律令制の官人は死罪になるような滞在を犯さない限りは、 法律上手厚い保護を受けていたことが知られる。ありがとうございます。